皆さんこんにちは、プラチナゲームズのチーフゲームデザイナーでザ・ワンダフル101のディレクターをやってます神谷秀樹です。今まで僕が監督を務めた作品は、バイオハザード2と、デビルメイクライ、それからビューティフルジョー、オオカミ、ベヨネッタ、そして、僕の監督6作目がこのザ・ワンダフル101です。プラチナゲームズ、特に僕が手掛けた作品っていうとベヨネッタが有名なんですけど、その前に手掛けたそういうアクションゲームとしてはデビルメイクライもあって、3D の空間で主人公が敵とバトルをするっていうスタイルのゲームなんですけど、それでそのプラチナゲームズもすごいこう皆さんの中で有名になって、そういうスタイルの他のゲームっていうのも例えば、メタルギアライジングであるとか作ってきてますが、それでこうプラチナゲームズといえばそういう 3D のアクションゲームだっていう評判をいただいてますけど、ザ・ワンダフル101っていうのはいわゆるベヨネッタのようなスタイルのゲームとは全く違って、まずパッと見た時に視点も違いますし、クォータービューのスタイルをとっていて、それからその一人のキャラクターを操作するということではなく、集団を操作するということ、それからこのゲーム特有のユナイトモーフっていうゲームのメカニックがあって、これをこう使いこなして、そのユナイトモーフを、敵を倒す戦闘であったり、あるいはこう、パズルを解く手段であったりっていうふうに、こう、いろんな種類のユナイトモーフを使い分けて、攻略していくという、こういうところっていうのは、皆さんがイメージするプラチナゲームズのアクションというところは全く違うと思います。なのでぜひ遊んで体験してほしいなと。そうするとプラチナゲームズってこんなゲームを作るんだよね、だねっていうバリエーションというのもみんなに実感してもらえるんじゃないかなと思います。今回はザ・ワンダフル101リマスタードっていうことで、いろんなこうアップデートをかけてるんですけども、例えば解像度がこう綺麗になったりだとか、あとフレームレートが安定したりっていうのはもちろんあるんですが、当時、その7年前、約7年前になるんですかね、その開発当時にいろいろやり残してしまったこととか、当時はその忙しい開発の中で気づかなくてユーザーに対してこう親切にできなかったことっていうのはたくさんあって、それを開発が終わって発売した後で、自分の中でもここの部分はやりたかったとか、ここの部分っていうのは気づかなかったっていうことがたくさんこう、気づいたので、それを全部こう、自分の中でこう、リストアップしてメモしておいて、いつかこれを、もちろんあるかどうかわかんないんですけど、いつかこれを直せる時が来たら、あれば、これを直してみたいなっていうふうに思ってたんですけど、今回いろんなこう奇跡が起きて、皆さんのこの応援の声であるとか、それから我々 のまた世に送り出したいっていう情熱であるとか、そういうものがこう奇跡を起こして、で今回キックスターターという形でまたそれを再立ち上げするっていうチャンスをもらったので、いろいろそういうところを調整かけてるんですね。なのですごくこう遊びやすくなってますし、丁寧にこう荒削りだったところも磨いてるので、そういうところっていうのはぜひまたすでに体験した人ももう一回遊んでほしいですし、それからそうですね、当時あまりこうそのビジネス的には成功したって言えなくて、それほど大きなたくさんのユーザーが遊んでなかった作品なんですけど、今回のこの機会にワンオンワンを知ったっていうユーザーの方も多いと思うので、ぜひ遊んでほしいと思いますし、でそれからそれによってこのユーザーからもらうそのゲームに対する評価、それからそのプラチナゲームズっていうスタジオに対する評価、これがどういうものがあるのかなっていうのは僕はすごく今楽しみにしています。ザ・ワンダフル101を思いついた時っていうのは、ある会社さんとお話をしていて、その会社さんが持っているキャラクターたちをこう使ったゲームを何か作ろうっていう話になって、でとてもどのキャラクターも人気のあるキャラクターだったので、それぞれにそのファンがいて、そのキャラクターたちを
その僕はこのキャラクターを使いたいとか、僕はこのキャラクターを使いたいとかっていう、まあユーザーさんの希望もあるだろうなっていうふうに考えて、でそうしたゲームっていうのは他に世の中にいろいろあると思うんですけど、まあそのいろんなキャラクターが集まった格闘ゲームであるとか、いろんなキャラクターが集まった一つの世界観に集まったRPG であるとか、でいろんなスタイルがあるんですけど、僕としてはアクションゲームの中でそれをどういう形で表現できるだろうなっていうふうに考えた時に、一人一人のキャラクターを選ぶとかっていうことじゃなくて、もう一緒にそのキャラクターをもう出してしまって、もうその集団で行動するっていうアクションゲームにしてしまってはどうだろうかっていうふうに考えたんですね。でそれから僕が子供の頃に読んだ絵本で、スイミーっていう小さい魚が集まって大きい魚の形を作るっていう絵本があるんですけど、まあ、そういう絵本からこう得たインスピレーションみたいなものもそこに合わせて、集団のキャラクターが例えばこう合体して大きい手になってなんか敵をパンチしたり何かをこう回したりっていうことを、そういうアクションをするのも面白いんじゃないかなっていう、まあ、そういうところからこのゲームの原点のアイデアっていうのを考えたんですね。そうですね、その The Wonderful 101っていうゲームがもう7年のもう前に作ったゲームで、あまりたくさんのユーザーに遊んでもらえなかったっていうことで、なんていうかゲームの歴史の闇にも消えていこうとしたんですけど、今回こういうキックスターターっていう形でまた再び世に出すチャンスをもらって、でもともとそんなにそのオリジナルが注目されてなかった作品のこの Wonderful 101っていうのが、じゃあキックスターターでどういう形で注目を集めるんだろうかっていうのはすごくこう心配もあったのと、まあ楽しみでもあったんですけど、いざこう開始してみるとものすごくこう話題になって、ユーザーの皆さんにも喜んでもらって、まあ、目標もものすごい勢いで達成してっていうところで、まあ、正直とても驚いてますし、なんていうか、まあ、せっかく自分の中で作って自分の中でも最高傑作だっていう自信があった作品なので、そういうそのユーザーの皆さんの手に届いて評価してもらえるチャンスをもらえたんだなっていう、まあ、そういう実感をすごく今感じてます。でそれからこういうキャンペーンであるおかげで、バッカーさんのためにいろんなグッズを作ることができて、まさかこのまあそんなにこう商売的に成功とは言えなかったこの作品のグッズがこんなにもたくさん、そのフィギュアであるだとかレコードであるだとか、こんなものが作れるんだなっていうのは、僕も一なんて言うんですかね、そのザ・ワンダフル・ワンはファンとしてグッズ欲しいと思いますし、まあ、そういうのをユーザーの皆さんと一緒にお祭りのように楽しめるっていうのはとてもいい経験だなと思います。そうですね、もともとゲーム作る人間なので、そんなにこうカメラの前で喋ることは得意じゃないですし、当然そんな演技なんかももちろんやったわけじゃないんですけど、本当にこうディレクションがとてもユニークで、もちろんユーザーの皆さんにも楽しんでもらえたと思うんですけど、まあ僕自身もすごいとても貴重な経験ですし、まあ、個人的にファンだったそのメガ64にの映像にデビューできたっていうのは、まあ僕の人生の中でこのすごい宝物のような経験だなと思います。最近ハマってるゲームはスイッチの、テトリス99ですね。もう毎日やってますね。なので多分僕と対戦した方も中にはいるかもしれないですけど、はい、ずっとやってますね。好きな食べ物はラーメンがすごい好きなんですけど、まあちょっと最近体が大きくなってきてしまったので、あんまりカロリーの高いものは食べないように気をつけていて、ラーメンも昔は毎週食べてたんですけど、今は月1回に我慢するようにしてます。飲み物はそうですね、あんまり普段飲まないんですけど、まあ、友達と飲み行ったりするような機会があれば、まあ、楽しくお話しするために、まあ、ビール飲んだり、
個人的にはあの金八っていう焼酎があるんですけど、これはあの麦の焼酎でとても美味しいので、日本の焼酎なんですけど、ぜひ皆さんの取り寄せて、飲んでみてください。おすすめです。皆さん今回は、キックスターターという形でこのザ・ワンダフル101に、ご支援いただいて、またこういうちょっとお祭りのようなイベントに参加していただいて、本当にありがとうございました。ダイレクトにユーザーの皆さんからの支援がこの形で見えるということで、僕もとても始まる前はすごく心配だったんですけども、結果的にとてもいい形で終わりを迎えることができそうで、本当にありがたく思ってます。この後は製品がまた少し経って皆さんの手にお届けできるかと思いますので、ここから先はゲームをぜひプレイして、また感想など、お寄せいただけたらありがたいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。